諦めたら試合終了ですよ。はい、名言が生まれました今。ってことで本日、はい、坂本デイズ、呼んでいきましょう。なんか、あ、同一人物と思ってそれな。さあ、まさかね、スラムダンクの、アフターストーリーっていうこと。違いますよ。スピンオフじゃないです。借りてきましたよ。安西先生じゃないですよ。借りてきましたよ。借りてきました。はい。坂本デイズ。はい、うん。とりあえず、10巻まで。10巻までね。はい、これはなんでしょう。我々、はい、ジャンプを、うん。我々っていうか、まあ、へそさん。うん。ジャンプをね、毎週。購読してまして、昔から結構。買ってるんですが、はいはい、今読んでる、そのジャンプの、うん、漫画、連載してる漫画、うん。うん、いくつあります？一個。現状ワンピース1個になってしまいました。ね、ちょっと悠々しき事態。本当にというか、なんかもうすいませんって感じ。多分面白い漫画いっぱいあるのに、絶対あるよ。なんかもう乗り遅れて、いつの間にか、そう乗り遅れてんの。坂本デイズは読んどかないとじゃない。今のジャンプせっかくね、買うなら、今のラインナップで言うと坂本デイズじゃない、はい、一旦、はい、ってことで、ジャンプに追いつこう、坂本デイズを増やそう、そういうことです。手札に。じゃあ、はい、読んでいきますか。とりあえず行きましょう、どんどん。時間から。はい。はい、読んでいきましょう。いいっすか？どうする？いや、もういいですよ、別に。いや、でも読むの遅いんで。じゃあ、ちょっとこう行くってこと？うん。まあ、じゃあ読んどいて。うん、失礼します。はい。よし。すいません、お待たせしました。まあ、オッケー。どうぞ。で、こっからごめん。そう、最初1巻はしょうがないよね。うん、1個しかないから。そう、あの、さすがにね。暇すぎた。さすがに、重々は借りれなかったから。うん、じゃあ、まあ、こっからは、はい、1、2で、はいはいはい。読んでいきます。はいはいはい。じゃあ、そこです。なるほど。じゃあ、先読むの、まあまあ、いいけど。その、喋れない。喋れない、ね。喋れない。ちょっと待っててね。一旦だから終わった1巻の話しよう。そうね。ピザ屋兼殺し屋、ピッツァ中島。ピッツァ中島です。ピッツァ中島。はい。これ今後キーマンですか？まあ、2巻読み終わりましたけど、はい、もうピザ出てきませんでした。これおしゃれっすね。駒を割ってる。うん。ねえ。ビビった。もし、これ以上月本の地獄を見せる、ね。いや、ビビったよ。監視カメラに気づいているのか。この、おしゃれやな。てか、おしゃれやね。どうなっちゃうの？わかりました。ジェットコースターで戦うの？それ何アピール？いやー、わかりました。一巻。ギャグですね。ギャグやね。結構基本。でも、バトルも。うん。面白い。まあ、最初ギャグで行くやつ？ドラゴンボール？可能性あるね。あ、はいはいはい。いや、あるよね。うん。僕はもう2巻読み終わったんで。そうですよね。2巻の人と喋ってたわ、今。そう、だから今1巻ぐらいの熱量で言ってます。あ、再現してる。はい、再現します。1巻を読み終わった時の自分です。もう、出てきましたね。イケメンが、ナグモね。うん、ナグモ。強いですね。これ人気キャラね。人気やね。これは人気キャラね。はいはいはい、イケメン。もうかっこいい。イケメンで強いやつでしょ。うん。バトル兼ギャグ。いいっすね。いいですね。うん、ワクワクします。ワクワクしてます。3巻いきまーす。2巻いきまーす。いや、ちょっと。坂本さん何痩せたのこれ。はい。かっこよすぎるだろ。いや、よう、さっき耐えたよ、僕は。一巻のテンションで喋ってますから。ここかっこよすぎるな。もう、南雲くんよりかっこいいよ。いや、これ坂本さん一番かっけえよ。いいねえ。三巻の人や。はーい。終わりました、二巻。こいつら、何？オーダー。オーダーね。オーダー？オーダーかな？なんか好きな話の進み方というか、うん、短編というか、一個の話が面白いんやけど、うん、全体の流れの、なんか進んでってるというか。ありますね。一話完結もあれば、こっち亀の作りなんやけど、ファンタジー。もあるみたいな。で、どんどんバトル漫画として進んでいくっていう。はい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 、はい。ギャグがオシャレやな、うん、やバトルもオシャレ。うん。あ、はい。ありがとうございます。
4、4いくんやこの人。失礼します。うわ、今2の人やってくれとったの。2の人よ。次4ね。4よ。あ、これいっていいよ。どんどんいっちゃいますか。うんうん、ちょっともういいし。交換終わりまして、交換よし、一回休憩やね。一回休憩やね。疲れた。もう読み続けた。一回休憩。いやー、なんと面白くなってるな。まあ、一応6までなんだけど。あ、そう、早い。このさ、スナイパーの平助やったっけな。あ、はい。この辺もマジでかっこいいよね。なんかこいつのバカっぽさと。やっぱギャグやな。そうね、やっぱギャグメインでいっての、ね、緩急でバリかっこいいわ。うん、めっちゃ好き。そいつ？こいつも好きやし。俺はやっぱあれだな、うん、ちょっと待って、うん、名前がさすがにまだちょっと。女の子ね。あ、分かったわ。おさらぎさんね。おさらぎさん？おさらぎさん。オーダーの子やろ？おさらぎさん、この子。あー、好きそうやな。おさらぎさんです。もう推し、おさらぎさんです。あ、推し？うん。あ、もう推し決まったよ。おさらぎデイズでいいぐらいか。おさらぎデイズじゃダメでしょ。まあ、おさらぎさんと、この、ししばさん。うん。ししばさん？ししばさん。の掛け合いね。この二人、尊いです。いや、推しやな、はい、尊い。あ、そう、電車のバトル俺やばかったわ。うん、電車のバトル、なんかその鹿の人ね、シチュエーションを使うのが上手すぎるね。そうね、シチュエーションバトルやね。シチュエーションバトルやばいな。シチュエーションバトル、ね、ここまで描かんぐらいシチュエーションをうまく使いようね。基本やっぱこのおしゃれやけん、ギャグもバトルも、うん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 、なんやろ、優先、そこ優先席だみたいな、うん、なんかね、ああいうとこよね。シャレ聞かせてバトルしてんの、ずっと。マジでそう、まさにそう、ずっとシャレが効いてるわ。うん、それやね。うん、あ、面白い。透明や、透明くんかっこいいわ。もう大好きです。透明くんと女の子ちゃんね。もう大好きまでいった。俺ちょっと大好きやな。早いんじゃない、どうなの。早い。いや、俺はだから今おさらぎちゃんが可愛いから、うん、から大好き。うん。結局大好き。一旦休憩しましょうか。休憩だね。はい、よし。よし。休憩やって。はい。どんどん。読んでいきますか。よし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 。六冠ちゃん。七冠ちゃん。いきます。行かせてもらいます。いや、ちょっとなんか、やばくなってきたな。うん。展開が。なんか、はいはいはい、やべえ奴らに本部を襲われてるんですけど。うん、こいつら何始まった感あるね。ちょっとじいさん、じいさん、なんかじいさんかっこよすぎんな。出てきました、変な強いおじさんが。やば、こいつ歯無理無理。こいついいね。こいつマジいいな、うん、こいつもいいけど、ちょっとじいさん強すぎる。めっちゃかっこいい。じいさん教えていい？じゃあ。いいんじゃないって。スラーかっこいいなぁ。うっ！坂本さんに、坂本さんにナイフを刺せる。スラー。あっ！あっ！アパートくんの腕が。ああ！ちょっと超展開！超展開！いや、6は終わり！これで終わり！さあ、行かしてよ。始まった？始まっていたんだね。始まっていたみたい。ありがとう。始まっていたみたい。静かに読んでくれてありがとう。うん、ちょっと面白い。うん？面白い。試験始まった？試験、いやいや、もうすんごい面白いとこ入ってるよ。うん。なんかリモートで。うん、潜入されてて。はい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 。ちょっとつえ、こいつ。試験官全員ぶっ飛ばして、
いやー、いいなー。坂本さん助けに来て、うん、シン、そいつを連れて逃げろ。シンがちょっとね、また頼りないことになって、いや違うな、そっちは任せた。優しい優しい坂本さん優しい優しい。おー、終わったー。これー、そうかー、時間終わりました。全部ミスったねー。その全然中途半端10。あー、なるほど。その問題があるわ。そっか、それはまあ、それはしょうがないな。しょうがないな。これは知らないすぎた。10巻、とりあえず10巻借りちゃった。ね、まあ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 。なるほどね。まあ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 。もう次みたいな。ぼちぼちか？やばいわ。ぼちぼち？データバンク。いや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 。ってことは、じいちゃんが狙われるってことよね。終わりましたー、10巻。10切り悪いね。いや、切り悪い。10切り悪いな。そうやめて。10切り悪いなぁ。いや、まあ、余裕ありましたよ。いや、ちょっと、後半、ちょっとすごそうやね。凄まじいなぁ、マジで。ちょっとすごそうやね。俺、5巻ぐらいで、はいはい、もうさ、この感じたまんないなぁと思ってたら、6、7、8、9、10、やばすぎたなぁ。いや、なんかさ、きちっとしてない雰囲気がずっとない。なんかこう。ある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 。作者が、作者の肩に力入ってない感じ。なんかそう。伝わって。気まじめ感があんまなくて、こう、ゆる、なんかこう、いい具合に力抜けと、こっちも、軽く読めるから、そう。いいシーンが来た時にその分グッてなる。グッてなる、そうそう。その、収益あたりからちょっと、加速度えぐいわ。で、JCC 編？編入試験編？そうね。くっそ面白かった。そう、7ぐらいから、うん、ちょっと来た。めっちゃ面白いなっていう、うん。そうね。この学校編入みたいな。うん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 。下り。いや、もうさ、そんなワクワクしちゃうよ。好きなキャラ言っていい？おうおう。え、あれじゃん、スナイパー。いや、それも好きやけど、スナイパー好きやけん。と、おじさんじゃない？いや、おじさん好きやけど、そのずるいって。え？アキラちゃんが好きだわ、俺。アキラちゃん？アキラちゃん。道の子、赤尾明ちゃん、そう、あ、道の子がバリめっちゃいい、かっこかわいいわ。いや、そのあだ名がっていうのも面白い。あだ名がデータバンクっていうのがいいです。いやー、いい、めっちゃ裏切り。シャレ聞いてんの？10巻、やべ、全部シャレ聞いてるわ。11までやった？11までやったかな、ちょっとわからん。カーネルとして11まででした？ 11、12ぐらい。切りは悪いですね。でも、ちょっと、もう、ハマっちゃいました。どうでした？いや、めっちゃ面白いよ。うん。なんかあれやね、この、殺し屋という設定やけどね。うんうん、やっぱずっと殺されそうやん。うん。ずっと殺されそう。ずっと命狙われてる感じが。うん、あと弱みあるしね、ずっとお母さん、赤い、妻と娘っていう。それがやっぱドキドキする。坂本さん最強とはいえ、ずっとドキドキしちゃう。特に好きなシーンは、四つ村さんが、うん、今後すごいキーなんでしょうけど、ジャキン切って、うん、あのね、着物の、はいはいはい、あれお前も殺した、舞妓さんみたいな人も切ったはずだけど、うん、切れてなくて、うん、でこの人ね、うん、赤い着物が欲しかったので血が飛んで、いや、そうね、おしゃれやな、おしゃれ、ね、で血がねポトンで垂れてきて酒に、あ、で、はいはい、おっと酒が薄くなるちゅって、あら作りましょうか、うん、いやもったいねず飲むって、うん、やりとりがこの殺そうとしたと思えない会話ね、この なるほど、1個前に殺そうとはしたと思えないような、なるほど、普通の客と舞妓の会話。確かに、この辺おしゃれやな、ここです。なるほど、確かに。僕はおばさん先生を、うん、から一発取ろうとしてる時の見えた道、うん、あなた何か見えてる、 見えてるみたいねって言われた時、はいはい、え、これ私が殺される道だ、いいです、こういうのがたまりません、いいです、こういうのがもう少年漫画やってますね、ジャンプ好きに少年漫画やってますね、ずっとね、道見える子って振っといて、はい、そう見せられてた道やった、これたまらなかったね。いや、ちょっと早く続き、そうね、うん、読みたいね、読みたいね。目標はジャンプに追いつくことですから、そうね、はい、最新刊と、いや、そうよ、だからジャンプ買ってんのに
ワンピースしか読んでないのもったいないから読めるようになりましょう。そうです。はい。そこでこれは読むね。読むね。ね、これは読む。もうこの10巻の時点で。これは面白いね。いや、よかった。面白い。どうしよう。はい。ありがとうございました。